はいどうも、オチャです。今日もギルティやっていこうと思います。じゃあ今日もね、会議ですね。ではやっていきましょう。やってくれお願いだ。なんかこの人見たことあるな。まさし EV 見たことあるわ。ソウル来た。これ超得意。会の方もとっとと18段に上げちゃいたいな。まあこの方に2連勝したら多分相当ランクアップに近づくと思うので、まあ、ぜひね、頑張っていきたいですね。はい。昇竜が出なかった。達成前に潰しちゃった。直がしてからみたいな、多分安定なんでしょうけど。まあでも結果オーライ。いやー JK 強い。上り JK、 この相打ち上等の2敗皿超強い。投げ漏れです。キニエス拾いの方ダメージ絶対出るな。でもカウンター確認ってむずいんだよな。さあしっかりバー対終わったところにバー咲いてきましたね。勝った。まだか。よし、なんだ、何で勝った。削り。再戦してくれなさそう。あ、してくれたわ普通に。あ、やった。今バースト警戒したんですけどしてきませんでした。コンボミス、くだらねえやつ。大丈夫。やってねえ。投げ子捨てた、投げれたというね。すいません、結構集中しててあんま喋ってないところが。いや、2敗皿出してな。やってね、勝ちたい。投げ、投げれないやと。マジか。こうなるとさっきのバーストすごいゴミだったことになる。つうか勝ってたもんなこれ。いや、あのね、コンボミス、コマンドミスしなきゃ勝ってました。今言い訳させてもらうんですけど、うっそ。ダスト、よし当たってくれる。今のあれですね、デッドアングル読みです。で1回ジャンプしました。さあ2連勝なるか。どっかでセバ振ってったら多分当たりますね。俺まだ1回も振ってないんで。どこでセバ振ろう。ここでバーストンでバースト吐かない。おそらくバーサーは最後まで大事に取っておきますね、この方は。
よし、ここで吐かせた。しっかり直下からの投げ角を取っていきます。これ勝てるんじゃね。惜しい。よーし、勝った。よしよしよし、無事に連勝できました。よかったです。ということで今日はね、こんな感じの動画になりました。では失礼します。